バルトブルク城城内のルターのヘア・アイゼナハは、ドイツ連邦共和国の都市、チューリンゲン州に属する、音楽家、ヨハンゼバスティアンバッハの出生地としても知られる。同都市のバルトブルク城は、ユネスコの世界遺産に登録されている。アイゼナッハとも表記される。人口は、約4万2千人。ネッセ川とヘーゼル川の合流地付近に位置し、古くより交通の要所であった。 現在もフランクフルトアムマインとライプツヒを結ぶ鉄道網、アウトバーン網の中継地点に位置している。街の背後には中林源の森と称される山岳地帯が広がる。ドイツの他の森と同様、山西部などにより大きな被害を受けている。近隣の都市としては約50キロ東にエアフルと、70キロ北西にカッセル、65キロ南西にフルダが位置する。 アイゼナハには工業都市としての顔もある。旧東ドイツ時代には高級車バルトブルクの生産地であり、東西ドイツの統一後はオペル社の自動車工場が置かれている。街には自動車博物館があり、こうした歴史を知ることができる。1067年、当時王の道と称された街道沿いにバルトブルク城が建てられた。13世紀初頭、この城の 歌人の広間で、ミンネジンガーによる歌合戦が行われたとされ、リハルト・バーグナーのオペラ、タンホイザーの題材にもなっている。1283年、都市特権を獲得した。歴史上、アイゼナハは、宗教改革の推進者、マルティン・ルターと関係が深い。1498年より、ラテン語を学ぶため学生として、アイゼナハに泊まった。この時に、ルターが住んでいた家は、 現在も保存されており、ルターの生涯と業績をたどる展示がある。1521年のボルムス帝国議会の決定により帝国追放となったルターは、ザクセン選定校、フリードリヒの保護を受け、バルトブルク城で新約聖書のドイツ語訳を行った。1685年、この地で JS バッハが生まれた。彼はリューネブルクに移り住むまで、少年期を アイゼナハで過ごしていた。現在も JS バッハの実際の聖果ではないが、バッハ一族が過ごしていた家が保存されている。1741年、アイゼナハ一体はバイマル周辺を領土とする、ザクセンバイマル公国の君主であったエルンスト・アグスト一世の領地となり、ザクセンバイマル・アイゼナハ大公国の一部となった。1817年、ウィーン大聖火で結成されていた、 学生組織であるブルシェンシャフトがこの地で宗教改革300年を祝った祭典を開いた。この祭典自体は開催当初より政治的主張があったわけではなかったが、祭典中にドイツナショナリズムに否定的な書物を焼き捨てるなど一部の勢力が急進化した。こうした動きを懸念したオーストリア帝国外相のクレメンス・フォン・メッテルニヒは1819年に カールスバートでブルシェンシャフト弾圧の方針を固めた。1869年、アウグスト・ベイベルらがマルクス主義的なドイツ社会民主労働党を結成した。この地で結成されたことからアイゼナ母とも称される。1875年、約25キロ東の豪太で、全ドイツ労働者協会と合同してドイツ社会主義労働者党となった。この党が、 1890年に解消してドイツ、社会民主党となった。バルトブルク城以外の代表的な建造物としては、ロマネスク建築のニコライ教会、後期ゴシック様式のゲオルク教会が挙げられる。19世紀に活躍したアイゼナハ出身の詩人、フリッツ・ロイターの住居が、バーグナーの博物館として利用されている。ありがとうございます。